いつもありがとうございます。パーソナルブレイクでコチュンさんからご依頼です。コトキングね、一つですね。はい、よろしくお願いします。まあとりあえずドンチのベースとかあんまり見てないんですけど、出ればいいなと。インサートもあんまり見ないですよ、ドンチ。河合さん、デローザン、ポルジンだ。まあうん、マブスですから。はい、でパラレル、あ、ドンチ、おお、シリアルだ。しかも二度見してってなっちゃいました。おお、よかった、ドンチ1個出てくれました。はい、よいしょ。149の17、7が1個絡んでますよ。はい、でおこんぐ、ここジャージです。はい、でサインがあって、あと1、2枚インサートもありますからね。誰だ、あ、レディッシュ。これね、本当人数がいっぱいいるんじゃないかなと思うんですけどね。12の35、レディッシュです。去年の後半のブランドだとカテゴリー B ぐらいにね、ランクされてますけど、レディッシュ。はい、このホールディングコートシグネチャーっていっぱいいるんじゃないかなって思います、うん、かっこいいんですけどね、ちょっとメンツがいっぱいいるよみたいな。はい、でファーストステップも出ました、マキシー君。マキシーね、かっこいいですね。でその下インサートはルキケか、プレシャスね。おお、かっこいいですね、躍動感。いや、結構下克上普通にあると思いますよ、マックス、はい、普通にいい選手だと思います。でプレシャス君、でルーキー2枚、マクダニエルズレベル3とデニー君、はい、レベル3レベル1ですね。はい、とりあえずドンチがインサート出てて、しかもシリアルだったというのが、もう、あ、ポーカーやってね、ポーカーで勝ちましたら、ドンチをマグホ、黒マグホ行きでお願いします。はい、じゃあコチュンさんいきます。1 2 3 10のワンペアですね。はい、店長いきます。1 2 3、うん、はい、ストレート崩れみたいな感じですね。はい、じゃあ、いや、もうコチュンさんだったらもうドンチはどんなカードでもマグホに昇格させると思います。よいしょ、いや、よかった、ドンチ1個出て。はい、ってことで黒マグホ行きにしました、ドンチ。しかもシリアルですからね。はい、ってことで149の17ね、カード番号7なんですね、やっぱり、うん、ちょっと意識してるんですね、うん、はい、ってことでまたよろしくお願いします。余れば、後で、通販と PB 分とちょっと集計して、後で余ればまたホームページにちょっと出すかなと。それでおしまいですね、とりあえず。はい、ありがとうございました。